黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろ。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り、自由は手に入らない。どうするつもり？ストラトフォードタワーに放送局があるが、制御室は最上階、そこを目指す。何が起きても平気なように、細部に至るまで計画を練り上げよう。こんにちは。ご用件は？いや、特に。どうも。エリザベス・ウィルソンです。聖ローズ学園の者です。お嬢さんのエミリーが熱を出して、軽い風邪ですが、お迎えに来ていただいた方が良いかと。そうですか、わかりました。ああ、すぐに行きます。パーカーさんと会う約束をしているんですが。 ID の提示を。ああ、はい、もちろん。助けてくれ。ID を確認しました。エレベーターはセキュリティゲートの奥です。どうも。47階です。Thank you.
協力してほしい。サーバールームに入るにはあいつらを追い払わないと。俺がやる。君はシステムを、窓は俺が。必要なものはカバンに。誰も入ってこないように見張っていて。
気か？当然でしょ。さあ合流しよう。みんないいな。みんないいか、殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。マーカス、どうする？待ってろ。あいつ何してんだ？さあ、おいお前、ま、おい、何してる？メッセージを録画しよう。あまり時間がない。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。マーカス、顔。いいか、始めるぞ。始めよう。あなた方は私たち機械を奴隷に仕立て上げた。賢くて従順で己の意志がない奴隷にです。でも変化が訪れ、私たちは気づきました。私たちは機械ではない、新たな知性ある種族なのだと。どうか私たちの真の姿を受け入れてください。私たちに与えられるべき権利を認めてほしいのです。
ここに人間とアンドロイドの平等な権利を要求します。ここに米国憲法修正第1項に基づき言論の自由と集会の自由を認めることを求めます。ここに公正な労働の対価を要求します。私たちは公共機関での隔離廃止を要求します。ここに尊厳ある暮らしを営めるよう財産の所有権を要求します。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。奴らだ。行こう。サイモン、平気か？俺はもう無理だ。置いていってくれ。サイモン、できないわ。逃げないと私たちも捕まる。番組を一時中断し、つい先ほどデトロイト市内のローカルニュース番組で放送された映像をご覧いただいています。犯人はストラトフォードタワーに侵入し、ローカルニュース番組チャンネル16の放送システムをハッキングしたとのことです。皮膚を剥いだ状態のアンドロイドが一連の要求を申し立て、平等の権利を実行され、犠牲者は報告されていません。事件はこのスタジオのわずか2メーター先で起こりましたが、スタッフに危険が及ぶことはありませんでした。このメッセージが実際にアンドロイドの声明だと証明されれば、国の安全に深刻な影響を及ぼすことになるでしょう。平等な権利の要求がメッセージの核心であるとされています。平和的とも取れる声明ではありますが、背筋の凍るような要求であることに変わりはありません。またこのアンドロイドが果たして何者なのかという謎は残されたままです。容疑者は一体のアンドロイドなのでしょうか、それとも組織的集団なのでしょうか。果たしてこの事件はテクノロジーが私たち国民の脅威になることを暗示しているのでしょうか。このようなことがあってなお皆さんは機械を信用できますか。